Hey guys! Hey guys! 本日も、はい、ね、始まりましたけれども、そうです。Mr.KO による夏季講習ですね。本日は、何ですか、テーマは。英語ですね。英語です。はい、これ、ね、実際にこう受験生がこう使える英語っていうよりかは、私たち、こう、二人ともパールなんですけども、はい、実用的な英語の、ね。はい、そうですね。うん、まあ、とりあえず自己紹介から。とりあえず自己紹介から始まりましょう。それでは、私から。Mr.KO2019 ナンバーワンの木下大輝です。学部が経済学部、パール学科という経済学をすべて英語でやるというプログラムにいます。出身、そうですね、メキシコ、中学を卒業して、高校からメキシコに行って、で、インターナショナルスクールで4年間、まあ、3.5 年ぐらいかな。英語とかを勉強しておりました。日本にいたのはずっと中学ずっと日本で、その後メキシコに行って、で、その時はもう全く英語もスペイン語も何も喋れない状態でした。そんな感じでいいかな。はい。はい、じゃあ、Mr.KO ナンバー3のウズ・プレスコット・レイです。はい、まあ、経済学部2年生で同じ、まあ、パール学科に入ってます。はい、まあ、アメリカで、18年間住みましたので、まあ、大学の進学とともに日本に来て、まあ、日本語を習い始めたのは2年前ですね。だから、まあ、ほぼほぼ、まあ、ネイティブ英語ですので、まあ、みんなに実用的な、まあ、英語を教えたいと思います。教えていただければなと思います。それでは早速実用勉強法というのに入っていきましょう。何、はい、かありますか？そうですね。まあ、なんか日本の、まあ、システムで、まあ、結構なんか語彙、単語、一つ一つの単語を、まあ、日本語から英語の直訳が多いと思いますので、ですけど、本当にはフレーズで覚えた方がいいと思います。うん、あと、実際声を出すことは、うん、大事だと思います。はい、なんか、ね、やっぱりね、実際に使わないと。実際に使わないとね、どんだけインプットしても、うん、アウトプットする量が少なかったら、やっぱ、学ばないしね。そうですね。うん、まあ、ね、読んでも、聞いても、まあ、ドラマ見ても、字幕なんかね、やっぱり、実際言わないと、絶対頭に入らないから、うん、ね。そうね、確かにそう。それが結構大事になってくる。はい、まあ、はい、じゃあ、なんかしょうがないですね。私は、先ほども、言った通り、メキシコに行った時は全く英語もスペイン語も喋れない状態だったんですね。で、そこから1からの、ゼロからか、ゼロからのスタートで、この語学っていうのを身につけてきたんですけれども、その語学を学ぶ上で一番最初に大事だなっていうのを思うのが、発音。だと思ってて自分では。っていうのも、発音が自分でできないと、耳でこう、リスニングも入ってこないんですよ、やっぱり。だから例えば、日本人が不得意な、こう、R と L の発音だったりっていうのを、一番最初に身につけて、で、そこからこう、聞いていく。で、リスニングとかグラマーも、そこからこう、勉強していくっていうのが大事かなと思います。で、こう、発音ができたら、次は、私が実際にこう、実践してたことなんですけど、BBC、ワンミニットニュースっていうのが、ありまして、それは、BBC さんが出してるやつなんですけど、1分間で世界のニュースを配信するっていう、伝えるっていうやつなんですね。で、それを、何してたかっていうと、アナウンサーさんが喋ったやつをもう一言一句全部書き出してたんですね。で、そうすると、こう、リスニングも、何回聞いてもいいんですけど、何回リピートしてもいいんですけど、こう、聞いた後全部書いていくっていう。で、そうすると、やっぱリスニングスキルであったり、グラマーとかももちろん、身につくかなと思います。もうそれが一番こう自分にちょっと役に立った勉強法です。あともう一つは、まあ、やっぱさっきプレスコット君も言ってたんですけど、実際にこう喋るっていう。で、実際にこうネイティブの友達がいたら、その人たちと一緒にこう過ごす時間を増やしてみたりとかっていうのは大事かなと思います。じゃあね、18年間ニューヨークで、プレスコット君は過ごしてた、はい、とおっしゃってましたけれども、はい、そこで、やっぱ身につけたこう、ネイティブっぽい、ネイティブっぽい日常会話のフレーズとかってあったりします？あ、もちろんありますよね。やっぱりね、はい、まあ、教室で習う英語はあんまり、うん、まあ、特に若者の仲間とはあんまり使わないですね。あ、やっぱり使わない。きちっとしてるね。はい、まあ、hello とか、うん、あんま使わないですね。ニューヨークだとさ、yo とか、
What's up? What's good? あとか使いますね、挨拶その挨ね。拶で。まあ、あと、まあ、じゃねとかは Peace out みたいな。Peace out、はい、Peace out、はい、はいはい。で、まあ、なんだろう。あの、Dope と Cool と Facts とか。Facts。それはどういう意味なんですか？なんて言うんだろうね。なんか、それを、Dope は、まあ、みんなクールしてるんだろうね。あ、かっこいい。かっこいい、かっこいい。あ、いいね、いいね。ドープとか、それはいいねとか。と、まあ、友達、まあ、大輝は俺のブロー。あ、ブロー。He's a dude と、What's up, man? とか。そう。そんな感じかな。はい、そうですね。じゃあ、このあたりで本日は終わります。はい。それでは、ミスター清の夏期講習、これにて終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。バイ。